この事件は国民の大多数がイスラム教徒のインドネシアで一大スキャンダルとなり、規制を求める声も高まっているというふうに出ています。で、あとは、12番目ですね、しゃべくり007スペシャルが17.4%を記録、キムタク月9ドラマの最終回は16.2%というふうに出ています。このキムタクのドラマはあんまり騒がれなかったなぁと思いました。で、出たゲストの回なんですが、女優の綾瀬はるかと吉高由里子というんでしょうか。では、お笑いコンビ爆笑問題の太田光の妻で、芸能事務所社長太田光代っていうんでしょうか、が出演というふうに書いてあります。3人ゲストが来たんですけども、そうだなぁと思いましたが、あとはそうですね、北方領土住宅60%以上私有化、新聞に売却広告、将来保証交渉もというふうにあるんですが、これですね、ロシアが実効支配する北方領土で、市場経済化に伴い住宅の60%以上がすでに私有化されていることが分かった。北方領土は切り売りされていることを意味し、返還時には島住民、島民の受託取得に対する保障問題が発生しそうだというふうに書いてありますね。で、一番最後には文章、一番最後には、日本政府は北方領土の、住宅私有化について領土交渉の域に影響する問題ではないとして無視する立場だ。しかし、私有化された住宅には政府の権限が直接及ばないことから、住民との保障交渉という新たな案題が浮上する可能性があるというふうに書いてありました。そうですね。で、あとは17番目ですが、名古屋場所中継せず大相撲で初の決定、午後6時台に、ダイジェスト放送 NHK というふうに記事があるんですが、これはどうも視聴者からの声で、放送はするんだけれども、普通に放送したらまた反対の意見があるから、中継は中止して、録画したやつを放送するということにしたのかなと思うんですが、ただダイジェスト放送だったら別に NHK でやんなくても普通、フジテレビ、TBS、日本テレビ、テレビ朝日、テレビ東京などで、普通に放送していればいいんじゃないかなと思いましたが、で、NHK の大相撲中継はラジオがすごい古いです。1928年、テレビが、1953年にスタートしたが、中継取りやめとなるのははずというふうに書いてあります。で、6割以上が中継を中止すべきとの内容と指摘というふうに書いてあります。中継を楽しみにしている視聴者も多いが、改革の具体的な道筋がまだ見えてこないと、今場所、長い場所ですね。名古屋場所の中継を見送る判断を下したと説明したというふうに書いてあります。
で、あとは、売人させられた若い組員、惨め、元組長の息子体験談という記事が出ているんですが、これですね。父親は元暴力団組長だった県内、県内というのが、福岡県内在住の移住というんでしょうか、男性が周囲の一面大戦に心を痛めた体験を語り、参加者らは真剣な表情で耳を傾けたというふうに書いてあります。組員でなく普通の社会人として生きているのに世間から偏見の目で見られることがあり、心が折れそうだったと苦しかった胸の内を明かした。その上で生徒らに、若い組員は薬物を売人に、ば、え、若い組員は薬物の売人をさせられたりして惨めな思いをする。家族も不幸になるので暴力団と関わらないでと呼びかけたというふうに書いてあります。そうですね。確かにそうだなぁと思いますね。で、一度ここで切りたいと思います。